はい、西中島南方来ましたけど、はい、まあまあ大体何すんのかも分かるけど何すんの。いや達也さん どんだけロングピック飛ぶんかってことやろ。いやあの牧井君と梅谷君がやってたようなことやろ。そう、あの人牧井君の方が飛んどってんな。 50m 弱ぐらい飛んでました。え、飛ぶよ俺も。別にリフティングだけしかできないわけじゃないから。そうなんですね。やってみますか。はい、お願いします。でも 50m ですよね、このメジャーが。超えるよ、測定不能出すわ。あ、測定不能50、測定不能出すわ、はいはい。まあ、正直ボールが多分巻き角のように飛ぶから、巻き角のように行くんちゃうかな、条件的に。やってみましょう。お疲れ様でした。3本蹴って3本目が1番、うん、51m7cm。 まずまずでしょ。蹴れてなくはないやろ。すごいっすね。51蹴れますよ。リフティングしてるだけじゃないですよ。こねてるだけじゃないですよ。それなりには蹴れます。手応えはないな。そうっすね。キックもなんかわーりしてるし、パーンって蹴りたいけど、なんかフィードとかそのゴールキックの下這うようなキックの蹴り方とか学びたいな。いいですね。普通のキックやからな、俺が蹴ってるの。挑戦者求めて。挑戦者求めて。挑戦者求めて。多分負けるで。多かった。結構な人に負けるで。いや、なんかその目安がわからんから。そうね。学びたいはやっぱすごい人にな。キックなかなか学べない。学べない。学んできてないです。学んできてない。よくよく考えた。先生募集です。特にゴールキーパーの方。ゴールキーパーでキックに自信のある方、誰か僕にキックを教えてください。じゃあまあまあ、検証結果、達也は、まずまずは蹴れるということ。納得？はい。納得？OK。ならよかったです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。